こんばんは。髪切りました。短い。そうなんですよ、ショートにしてまたもう一回ちょっと切りました。元気です。お元気です。かわいいやろ。実はそうなんですよ、もう気づいてる方もいらっしゃると思いますが、これ私の T シャツです。わーい、ようやくできました。なんか前回なんかロン T 作って、それは結局販売はちょっとしてなかったんですけど、じゃじゃん、この度白 T を作りました。かわいいでしょ。このデザインは自分で描いたんです。かわいいの、にゃんこにゃんこにゃんこ、えへへ。色合いもね、最高にかわいいんですよ。でしかもね、刺繍にしたかったのをね、本当に刺繍にしたんです。イエーイ、にゃんこです。そう、合わせやすそう、使いやすいようにもう白 T にしたんです。販売してるんですよ今ね。私のインスタのプロフィールのところに URL 貼ってあるんで、そっから飛んで購入ができます。めちゃくちゃ可愛いですよ。T シャツ素材はね、まあ結構いい感じですよ。透けないし、なんかほんと透けちゃうの嫌だなって思ってたんで、割としっかりした感じのやつにしました。私が透けちゃう白 T が苦手なので、そんな透けんと思う、これは。そう、ガシガシ着てほしい。刺繍だからもう洗濯しても基本そんな大丈夫なんで、めちゃくちゃガシガシ洗濯していっぱい着てほしい。普通に普段着で着てほしい。男性でも大丈夫だよ。男性でもいけべ、いけるべ。ちなみに今は160ですね。今回160と L サイズしか作ってなくてですね、男性はもうL サイズで良いのではないでしょうか。じゃーん、じゃじゃーん。 L は結構でかいかな。なんか女子が部屋着パジャマにするぐらいだったら、するつもりだったら、いや L でもいいかな。今私は160です。
160の方着てる。あのね、ほんと色合いがめっちゃ可愛いんですよ。刺繍の絶妙な色してるんです。オーバーサイズ。裏はね、もうほんと真っ白。何よりも使いやすいよね。一番重視しました。私も今日普通にあの稽古だったんですけど、あのハロルドとモードっていう作品の、あの普通にこれ着ていきました稽古に。ってぐらいほんと普段着として着れる。結構私何枚かゲットしたんで、もうほぼ毎日のように白 T 着るときこれになっちゃうかもシンプルイズベスト。そう、ワンポイントなのが一番いいんですよ。使いやすいよ。これが160ね。会社に着ていきたい。意外とそんなにあの目立たないから、大丈夫な会社であれば大丈夫かと思います。デザインすぐ決まったんですか？あ、長袖作ってないのよ。で、実はですね、これともう一個、あのカップ付きキャミを作成しまして、じゃーん、小花柄のキャミです。自分が欲しかったもん作りました。すいません自分が着たいから、自分が使いたいから作りました。あの本当に最近めちゃくちゃハマっていまして、あのね、なんて言ったってね、これね、女子はわかるかもしんないけど、あの洗濯がカップ外さなきゃいけないの大変なんですけど、外さなくていいんです。こちらいいでしょ。だから洗濯もなんか本当こう、じゃあカップ外して干してとかしなくていいから、もうそのまま洗濯機ポーンでいける。楽が一番いいそれが一番なのよ。これも本当なんかあのプリント貼り付けじゃないから、洗濯であのプリントだとやっぱあの剥がれてきちゃったりとかするから、そういうの考えても刺繍なら絶対大丈夫だし、はい、そんな感じで作ったんですよ。でもお高いんでしょ。ちょっと申し訳ない、こだわった結果ちょいとお高い。本当に申し訳ない。自分でこの小花柄描いたんですよ。頑張った。かわいい。もうこれの上にジャケットとか羽織ってきたい。そういうイメージで作りました。イエーイ。大変だったよ。結構考えまくった。キチくんとヤンちゃん、にゃん。最高最高。これがインスタライブというものでしゅ。初めてでしゅ、私。人生初めてでしゅ。これからもオリジナルお洋服作ってく、作りたいですね。なんかあの好きだなって思ったんで、
本当自分の欲しいものを作るのがすごく好き。これも本当に可愛くてめちゃくちゃ気に入ってます。猫4匹飼ってるんですか、すごいですね。楽だよな、ほんと。猫ちゃんの種類なんていうのですか。可愛すぎる。うちは保護です。里親でございます。デザインがすごく好みです。そう言っていただけるととっても嬉しいです。あんたは何でしょうな、嬉しいでしゅ。かわいいって言ってもらえるのが嬉しいでしゅね、ヤンシャマ。彼女とお揃いで買います。それは良い。あの本当主張しない色にしたんで、男性でも着ててもなんか、もっと初めはなんかこう結構強く前に出る色合いのもあったんですけど、でもなるべくちょっとそれを抑えてワントーン落ち着いた感じのカラーにしたので、本当とっても可愛くなってて、届いた時に開けて、ああいい色合いだなと思ってもらえると思います。自信作です。自信あります。はすごい、一回質問読んだらこんなに来るんだ。今 T シャツ買ったよ、ありがとうございます、嬉しい。本当お揃いでみんな一緒に行きましょう。多分これ逃したらゲットできないと思うんで。もう本当この機会に、本当次がいつあるか正直わからない。おすすめの組み合わせね、今私はねデニム履いてます。じゃーん、こんな感じ。かわいい、やっぱインしてね、ちょっとハイウエストなの履くとめっちゃスタイル良くなる。最近私はダボダボよりも意外とダボっとしすぎないやつの方が好きだから、160センチです。まあ部屋着は L でもいいかな。キッチもう堕落中。拾いに行けない、もうなんか今こんなんなってる。って顔してこっち見てる。でんでででんでんでんでてんでてんで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 ん、稽古してますよ。冬服は作る予定ありますか。私はパーカーが欲しい。次もうこの刺繍のまんま、今度はここにペペンってしてパーカー欲しい。あのパーカー大好きだし、マジでパーカーは使えるから、自分が使えると思うものじゃないと作りたくない。本当に可愛いと思えなきゃ嫌だかな。パーカー欲しいよね、みんな。
パーカーは使いやすいもんね。全然関係ないけど、ショートにした理由は切りたくなったからです。ちょっとでも頭がちっちゃく見えるようにいつもの牧田さんとこで切ってもらいました。厚めのパーカーがいいよね、わかる。あ、固定コメント消しちゃった。チープロフィールにの URL 飛んでみてね。固定、みんな質問いっぱいありがとうございます。ポップちゃんあったよ。おキャは嫌よね。プンプン。あ、そう、なんか T シャツのことで聞きたいこととかあります？ホワイト以外の色か。そうね、今回はもう一色展開にしようと話し合いまして、結果一色展開になってしまったんです。本当はね、これのね、刺繍の青バージョンとかもあった。青？青じゃないな、なんだっけな、青、ベージュ、ベージュじゃないな、ベージュなわけないですね、とかもあったんですけど、まあ、とりあえず今回は様子見じゃないな、黄色で作ってみようみたいな。最近私が黄色とオレンジのこの感じにハマってるんですよ。だからそれでいこうかみたいな感じになったんで。でん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 、売り切れちゃった？いや、売り切れないと思うよ。LL ないんですよ、申し訳ない。でもどうだろうな、 LL か、やっぱ自分で見るとね、 L はめちゃくちゃでかいんだけど、男性だとどうかな。サイト飛べない？嘘。サイト飛べないって人います？他に。サイトアクセスが集中してって開けない。マジか、大丈夫かな。やんちゃん、サイトが開けないらしいぜ。ねえ、困ったもんだね。サイトこ、あ、飛べましたって、飛べました人がいるらしいでしゅ、やんちゃん。飛べましゅって、大丈夫です。あ、飛べません。はい、プロフィールのリンクから飛べます。出遅れました。遅よ。よかった。どうやら飛べるらしいので、大丈夫です。その白 T とデニムだったら上に何羽織りますか？あと靴は何合わせますか？私は今日はもうこれで出かけたんですけど、途中からちょっと寒くって、あれ、なんかこういう、今からの時期こういうキャミソールとかはしてもかわいいと思うべ、かわいいべ。ほら、どやどやさん、
これからの時期はね、これがちょうどいいと思う。そして私はめちゃくちゃこの格好をすると思う。これに靴何合わせるかな。靴は諦めた。こういうバッグとか可愛くない？あー可愛い。今日はやわ。あー可愛い可愛い可愛い。なんかこれなんか T シャツじゃなくてこっち着て前ちょっと止めてとかでもありかも。いやー、かわいいな。かわいいな。かわいいな。ちなみにこちらは、とっちさんのバッグです。べべーん。L 売り切れ？うわー、売り切れた？本当に？ございます。皆さん本当にいつもいつも大変、あのやんちゃんちょっといつもいつも感謝しております。あー L 売り切れたんだ、残念です。残念じゃない、私はめちゃくちゃ嬉しい嬉しい。いやーお揃いしたいけど、なんだやっぱ L の方がいいの、大きい方がいいのか。 L でかすぎんか。 L そんなにでかいかな。あでも女子が着るってなったらまあちょっとでかいと思う。何枚作ったのか私は全然ちょっと把握してないです。仕事終わりました、お疲れ様です、遅くまで。あー姉と一緒に買いました、ありがとうございます。あの本当ファッション好きな人が着ててもね可愛いと思う。これなんかなんだろう、私のイメージだとなんかこう男性とかが着てて女の子がその T シャツ可愛い欲しいってなって、そこから運命の出会い、運命が発展するっていうパターンだと思う。男性がこれ着てたら絶対女子は食いつくと思う。その T シャツめっちゃ可愛いですねって、そこも狙い。おしゃれ男子とかにも着てほしい、おしゃれ女子も絶対可愛いって言われるし。いやー嬉しいですわ、みんな可愛いって言ってくれて嬉しいです。いやーちょあよで、これもね着た、今日はちょっとあれですけど着た写真をいずれ載せますね。こんなコーデとかいいんじゃないみたいな。後ろデザインなんもないで真っ白やで。縁結びの神様になろうとしてる私今。恋のキューピッドに。そんな感じです、お知らせは。
報告とはこのことでした。韓国のファンです。とてもきれいです。チャルモッケスムイダー、いただきます。中に黒いキャミは大丈夫じゃないかな。多分黒だったら大丈夫だと思う。YouTube あのニョロッコやったんですけど、それをいずれあげます。ニョロッコあのもう動画もできてるんで、あのサムネを書く次第なんですけど、もうサムネ作る、頑張れ。再販ないと思う。再販できるほどのあの私あれじゃないっす。もうあの本当に今日何曜日だろう。え、今日何曜日ですか。それって実際どうなのか、今日じゃないか、明日、明後日、明日、あの実際どうなのか、あのめっちゃ頑張ってるんで、ぜひそれも皆さん見てください。水曜日、じゃあ今日実際どうなのかか、今日の夜皆さん実際どうなのかも見てね。水曜日。じゃあそんな感じでご報告でございました。最後にちょっと答えよう。ピアスは2個です。1、2。指輪はこれはどこだっけな、これはなんかあのシルバーショップヴィンテージのものです。これはスタイリストさんがつけてて可愛いって言ってそのまま購入しました。あと2問ぐらい答えて終わります。カップの内側を見せてくれませんか。これは重要ですね。それは見せておきましょう。いや気になるよね。私もね、ネットで買うときねめっちゃ気になる。そこなかなかこれ、あ、めっちゃ機械が音鳴り始めた。こういう感じになってるんで、結構なんかあのここも盛れる感じにするかみたいな話したんですけど、盛りたかったらプラスで追加でつければ良いので、あのもう本当にシンプルにもうこのまま洗濯機に突っ込めるっていう一番、はい、なかなかねこんなことしないと中って見れないからね、こういうの一番大事だよね。私は見せてくれたらありがたい派だからバンって見せちゃうけど、なんか言われるかな、こんな見せちゃうと。まあしょうがないね、なんか言われたら。よし、おしまい。ありがとうございました皆さん。
今夜の。それって実際どうなのかも見てください。お揃いしようね。キャミも来たら写真載っけまーす。でー、またねー。お疲れー。お疲れー。